9月はできたら明日も配信ありますが、明後日で最後？明後日がね、あ、そう。じゃ最後に今週の予定を言って終わりにしようかな。明日の29日は、撮影が早く終わったら焼肉クリプーピー配信をします。で、木曜日なんだけど、木曜日はユニちゃんが配信の日なんだけど、まあ、ユニちゃんがね配信してない時間帯にちょうどメルティブラッドの発売日なので、メルブラの配信をしたいなって思ってます。まあ、これもちょっと、まあ、間に合うと思うんだけど、ユニちゃんと相談かなっていう感じで、まあ、木曜日にねちょっとだけでもメルブラの発売日をみんなで楽しめればなと思ってるんで、これも後ほど告知します。ちなみにひまりは PS4 版とスイッチ版を両方買いました。いいねです。ね、金曜日はちょっとねお休みにしようかなって思ってたんだよ。なぜかというと、金曜日に入れて焼肉クリプーピーも配信すると、あの6日連続配信になってしまって、ちょっと小崎ちゃんたちついてくるの大変かなって思ったりとかしたので、明日クリプーピー配信できなかったら金曜日になんか一般配信をするかもっていう感じです。そうで、そして土曜日は、競輪の配信ですね。ついにやってまいりました。競輪の事前配信、600万円を取り戻す配信が、この日に第1回の競輪配信がありまして、日曜日に、13時からタミーさんとヘホゲのショッピー配信をします。で、なんかね、タミーさんがね、告知で、エピソード募集のね、フォームを作ってくれてるので、もしよければね、タミーさんのツイートからね、ヘホゲの思い出募集中というね、URL があるので、そこから飛んでいただいて、エピソードを送っていただければな、と思います。なんと日曜日のお昼というね、のど自慢か、新婚さんいらっしゃいか、ひまりたちの配信かっていうね。そんな感じの、ヘホゲにふさわしい時間帯での配信になりますので、一応昼もよろしくね。配信いっぱいですよ。得しましたよ。ありがとう。濃いですよ。今週はめちゃめちゃ濃いです。ということで、今週10月違う9月いっぱいもひまりはみっちみちのパンパンのムッティムッティパズパズパッというふうに活動していきますね。9月もよろしく、10月もよろしく、もちひま一択ありがとう。